皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さて今回はですね、こちらですね、じゃん、はい、段ボールなんですけども、はい、生活の木ということで、アロマショップのね、生活の木のオンラインストアでね、いろいろとまた購入しましたので、今回はこれ購入したものをね、開けて、ご紹介していきたいと思います。はい、ではね、段ボールの中身開けていきたいと思います。で、今箱を開けたところですけどもね、ここに一つ一つね、心を込めて丁寧に梱包しておりますというふうに書いてあります。なので私もね、一つ一つ心を込めて、開封していきたいと思います。こういうね、さりげないメッセージってなんか嬉しいですよね。はい、じゃあ中身ね、見ていきたいと思います。今回もね、いろいろとまだ5種類かな、購入してみました。じゃあね、もう順番に手に取って開封していきたいと思います。あ、6種類かな、5種類じゃなくてね、6種類かな。生活の木はね、主にあのデパートとかに入っている、アロマの専門店のお店です。で、オンラインもね、やってます。私もね、一回ね、東京スカイツリーの空町の中に入っているね、お店に行ったことがあるんですけども、じゃあ手に取った感じでいきますね。まず1つ目はこちらは、なんだ、はい、こちらですね。これはラベンダーの香りの、シアバターハンドクリームというものになります。いくつか香りがあって、お好きなのを1つ選んでくださいっていうふうに書いてあったんですけども、まあ私ラベンダーの香り大好きなので、これ選んでみました。まあ冬でね、これから乾燥の季節になるので、ハンドクリームっていいですよね。で、大好きな香りで、ラベンダーのハンドクリーム私初めてなので、すごく使うのが楽しみな一つになりました。パッケージもなんかラベンダーの色してていいね。はい、そして次はこれは何かな。これはパッケージが書いていないので、ちょっと開けてみますね。なんとなく予想はできるんだけど、お、これはそうですね、あの保存用のスプレーの瓶になります。茶色い瓶と青い瓶ってあるんですよね。で、私今回は青いのまだ持ってなかったので青い瓶にしました。で、こちらが、50ml 入るタイプのスプレーのね、瓶になります。私よくね、アロマスプレーを作るので、その保存用の瓶としてね、買い置きがあったらいいなと思ってこれ購入してみました。青もなかなか綺麗だよね。なんかすごい高級感があるよね、この色ね。はい、というわけで2つ目はこの保存用のね、スプレーの瓶でした。はい、そして3つ目、4つ目は、あ、これが3つ目かな。おお、3つ目はこちらです。はい、アロマを、これエッセンシャルオイルですね、精油になります。私精油何回も買ったことあるんですけども、今回初めてですね、ブレンド精油っていうのを買ってみました。ブレンドですから複数のね、精油がね、ブレンドされているっていうので、いろんな種類があるんですけども、今回はね、もうここに書いてある通りで夜っていうことで、この精油は、ラベンダーと、オレンジが2対1の割合でブレンドされている精油ということになります。私ね、あの香りの中で一番好きなのがラベンダー、2番目に好きなのがオレンジなんですね。で、両方の精油ね、持ってはいるんですけどもね、まあ、せっかくこういったブレンド精油っていうのもね、あるということで、今回初めて購入してみましたね。もうこのパッケージが、ね、本当にもう綺麗でね、このグラデーションカラー私大好きなんですけどもね、香りもね、オレンジとラベンダーということで、夜眠る前とかにね、あの方向浴法で、ディフューザーとかでね、この香りを楽しんでみようかなと思います。本当にね、あの夜ラベンダーの香りって、安眠効果抜群ですし、逆にオレンジの香りは朝起きた時に元気になれるので、それがね、配合されてるということでね、いいなと思ってこれ買ってみました。ちなみにこれは、10ml のタイプになります。そして4つ目がこちらですね。はい、こちらは通常の精油になります。これはラベンダーの 3ml の一番小さいタイプの、ね、精油になります。以前もこれ買ってるんですけども、まあ、追加でね、また買いました。こういったね、精油ってね、たくさん種類があると思うんですけども、この生活の木でね、扱っている精油っていうのは一番下がこの 3ml なんですよね。大体ね、精油って量によるんですけども、低くても大体 10ml からっていうところが多いと思うんですが、この生活の木は 3ml っていうのがあるので、これとね、あのお手頃価格でね、購入できるので
のでね、いいなと思ってます。ということでこれが4つ目でした。そしてこれが5つ目かな。5つ目はこの向きでいいのかな、はい、こちらです。これ楽しみだったんですよ。これね、ポータブル、アロマディフューザーというものになります。一般的にね、ディフューザーって何種類かあると思うんですけども、超音波式のタイプ、加湿器のように使うタイプ、私も持ってますけども、とかあとはリードディフューザーって言ってね、この瓶にこの竹ひごを刺してね、使うっていうタイプとかもあるんですけども、これはポータブルディフューザーということで、USB 式で、充電をして使えるね、ちっちゃいタイプのやつっていうんで、ちょっとねこれ欲しくってね買ってみました。これはね後日改めて、ご紹介動画作りたいかなと思います。5つ目、ポータブル、アロマディフューザーでした。そして6つ目がこれかな。おお、6つ目がこちらです。はい、本です。アロマテラピー図鑑というものになります。精油のね、植物の図鑑なんですけども、これ結構人気みたいで、もう結構ロングセラーのね、本らしいんですけどもね、これどんなものかなと思って買ってみました。すべてのページがねカラーになっているということです。でね、まあ本なのでちょっとね中身は著作権の関係とかでお見せすることはできないのでね、まあちょっとじっくり後ほど読んでみたいかなと思いました。はい、というわけでね、以上が、今回ね購入したもの6点になります。6点なんですが、まあプラスでね、どれだっけな、あ、これかな、こういったね、マガジン、これはね無料なんですよ。無料でね、今回ちょっと4部知り合いの方にもねちょっと差し上げようかなと思ってね、これもね、まあ、注文っていうのかな、無料なので、まあ注文でいいのかな、これも一緒に頼んでみました。はい、というわけで今回は生活の木で、オンラインのね生活の木のショップで、こんな感じでね、精油とか、アロマディフューザーとかね、このハンドクリームとかね、これもかなそしてあと本だね、こんな感じでね、購入したものをご紹介させていただきました。改めてなんですけども、このねディフューザー、これに関してはまた、これのご紹介動画をね、作りたいかなと思いますのでね、よかったらそちらも合わせてご覧ください。はい、というわけでね、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。この度 YouTube PR 用の Twitter アカウントを作成しました。日々のつぶやきをしている私の個人アカウント、そして猫ちゃん関連の私の姉のアカウントも合わせてよろしくお願いします。